昨日からちょこちょこ、ランクマの反省会をやってるんですけど、今日も、1日1本反省会、まあ、動画という言い方はあれですが、やっていこうかなと思います。基本的には一戦ですね。一つのキャリーに対しての、試合に関して、まあ、あることないことって言い方だけど、コメントして、わからないところはしっかり反省していこうかなというふうに思います。まず、まあ、チュンリー戦、あの状態、開幕のところで気候圏これ釣ってんだけど、あ、不利か。あの距離気候圏吸わしてマイステだと結構不利になるんですね。気候圏吸わせてからの前捨ては不利になりやすい。で、まあ、爆捨て、まあ、そこを意図的に分かったのか、爆捨てで避けるような形。グラップ入れてるね。1個目グラップ入れて、あ、ごめん。で、ちょっと後ろ下がり。密着かからかな。密着の一発目は絶対入れてるな。まあ、ベガー、後ろ歩き遅いから、割と、まあ、早くレッツ逆。ジャンプに対して、垂直読みのブラストかな。まあ、固め剣。これもちょっとわからん。ああ、間違えた。こっから、百列からの連機構。あ、これ一着プラス3。連機構後のこれがこっち有利なんだよね。プラ2になる。で、ここからまだ距離上げて、あっこう、あの距離でプラ1だった。だから、で、ガードせざるを得ない状況。まあ、多分、暴れれば、相打ちぐらいはしたんかな。で、ここでプラ1なんだよね。で、中パン選んでるから、こっちがコパン選んでたらっていうのは、コパンとか、壊しかの EX2 だったらカウンターでっていうのは、ちょっとこう反省点ですね。ただまあ、ラッキーなことにデビリバーが当たると。アックスの後、
アックスの後って、ここは壊し届くんだけど、この後も多分めちゃめちゃ食らってるんだけど、少し距離離れると壊しの方が確定するっていうパターンが多いので、ここはあんまりやっちゃいけないかなって気はしました。で、ここで、プラスってプラス2の状況で、バックステ選んでるんですよね。で、そこをしっかり借りてなかったっていうのは、ちょっと反省点かなっていう気はしますね。ここも弱で、昨日もね、ジュリ戦でいろいろ考えたけど、弱って割と、こういう引っかかりやすくて、お気に。今の台形とか、チュンリーの。で、プラス2から多分結構これくらいよく食らってたパターンなんだけど、ここプラス2で、ついついこう、ダブル2を、今多分バックステ狙いのダブル2を狙ったんだけど、EX 百列多分5フレ。これもね、超グラセの、うまいわ。うまい。投げ抜け後の、投げ抜け後の追突剣も端っこだとやっぱいつも当たってる気がする気持ち。あとは、追突、リバーサル追突ってことは多分しゃがみ攻撃すかすんじゃないかな説があるんだけど、どうなんかな。ここも大パン狙ってた。このちょっと待っての投げが結構やりづらいっていうか、 EX スピは打ってくるかなと思ったけど全然打ってこなくて、そこはちょっと意外だなと思いました。ここも全部暴れからリターン取られてるんですよね。最低でも多分中足に勝てる選択肢を持っといた方がいいかなっていう気はしますね。ここもきっちり暴れられて、中盤からダブル2とか、ジャックのダブル2とか、ブラスト打ってたら、そっから、サイコクラッシャーでダメージいけるんですけど、そこはちょっとしっかりやられてしまいましたね。まあちょっとこれ反省わからないっていうので、また見直していこうかなと思うんですけど。基本的に、この台足、台足、台パンで、ジャンプも、この台形、ジャンプ台形っていうのは結構、鋭くて、やっぱ技を置いちゃうと、ついつい対空取れないなってなっちゃうのが、ちょっとね。で、その状況からやっぱ端っこになって、怖かったけどな。百列客。しっかり倒しきる。このジャクダブニーの後の選択肢、まあ追突剣めちゃくちゃ安定っちゃ安定だけど、あそこもあそこどうなんだろうな。追突剣、まあ追突剣だったら全部潰れるか、マイナス4背負ってからの追突剣だから。ここもそうですね。ここもう弱のダブに潰そうとしてるけど、プラス2からのやっぱ EX 百列が強い。だからあれを警戒するんだったら、目の前中盤置くのが、しゃがみ中盤
置くのがいいんですよね。 2MP。 ここも太鼓取りだい。これはちょっと欲望の、はい、そんな感じですね。今後はちょっとこれの録音をもう少し聞きながら、反省点をちょっと洗い出していこうかなという感じですね。まずプラス2を取った時の状況ですね。基本的には、まあ、EX100 列券がフレーム発生5フレになるので、まあ、5フレであればプラス2状況から中盤打てば基本的には8状況から、間違えた、これで潰すことができる。同じ感じで、まあ相打ち以上は取れるかなっていう感じですね。でカウンターになるので、これが繋がんないか。端っこだとカウンター、ちょっと密着気味のカウンターになるけど繋がらなくなる。なるほど、これはちょっと学んだね。はい、まあそっから EX、 まあこれの場合っていうのは、まあ、中足も勝つことができるんですが、一方でまあこれも大足、大パン、大キックか、大キックもまあ相打ちというか、片方勝つか、まあそれ以上取れるかなという感じですね。これ空振ってもプラス12だから、状況によっては大パンも確定するかなと思ったけど、あんま確定しないか。まあでもプラス12取れるので、だいぶ有利状況を取れるかなと。ただし、これに対して、八景や、沖のコパン。フレーム的なとこですね。4フレ潰しの連携になりますんで、あ、違う。まあ4フレ潰しの連携、ん？小判違ったっけ？フレーム。あ、立ちコパ4だ。3フレがしゃがみ弱だね。いまいち。ただし、まあ3フレのしゃがみ弱には負けちゃうかなというような感じですね。3フレ、まあ4フレの立ちコパも、離れてしまうと少し差し返しみたいな形に、先ほどみたいな形になってしまうので、まあ、そこは少し読み合いになってしまうかなという感じはあるんですけど、まあ、突発の、ね、謎のプラス2状況を取ってからの大パンとか打つよりかは、中盤置く形とか、それか、八景を潰すんであれば、これも潰れるんだよね。これも出られるから、あんまりよろしくないね。八景を潰すんであれば、安定なのは八景見てから大パン。またはまあ、いつも、ここ最近、やってる、遅らせての EX、差し返しみたいな形で。それであればさっきの、大キックも、
対応可能かなっていう気はします。当たる当たるね。ちょっとディレイ気味。まあこれは結構フォローは効くかなっていう感じ。これ効かなまあ中盤プラス2からだったら中盤しゃがみ中盤打つのはかなり勝つ手段は多いかなと。ただ八景に負けるんで、まあこの場合だったら中足とか八景だったら中足とかでもいいかもしれない。八景打たれるんだったら、中足だったらだいぶ勝つ手段多いんで、ただ小足に負けるかなっていう感じですね。で、それにまあ、いけるのが、まあ、バクステを潰す、まあ、八景、バクステ、に勝てるのが、この、ダブル、ダイのダブルに。これはもう本当にバクステ八景を呼んだ時ですが、かなりリスク高いので、結構、青さんとやってる時は、だいぶ打ってたんですけど、改めて見るとかなりリスク高い選択肢なので、やっぱりやめとこうかなというふうに思いました。とりあえず、今後の先としては、遠距離からのプラス2に関しては、中足置く、中盤置く、様子見て、八景だったら大盤とか、で、対応していこうかなというふうに思います。で、バクステを読むんであれば、まだこっちの方がリスクは低いかなと。ゲージ溜まってる時、V ゲージ溜まってる時に限るっていうのはあるんですけど、こっちの方がまだリスクは低いかなという気がします。なぜなら、ハッケは潰せる。で、多分、中足も潰せるんじゃないかな、これだったら。中足も潰せるし、まあ、大キックも潰せる。まあ、一方で、EX 百列とかの暴れに関しては、まあ、潰せないんですけど。まあ、通常技置いてくる暴れに関しては、まあ、大のダブル2、大のダブル2が多分、最速のダブル2を打ってしまうと、最速のダブル2を打ってしまうと、こんな感じで、クラカンしてしまうので、まあ、バクステ安定って思わせてもいいんですが、まあ、割とラインを、上げるのが大事かなというふうな気がします。とりあえず今回、反省すべき点一つ目はこんなとこかなと思ってます。まあ、次に飛びに技空振った時なんですけど、チュンリーって結構こう鋭すぎて通常技体育届かないのかなと思ったんですよ、この技空振った時って。ただまあ中足打ったタイミングと同じぐらいで止まれても普通に対空間に合うので、一回なんかこう打ってちょっと止まっちゃったんですけど、実際のところまあぴったりタイミングぐらいで止まれれば、ちょっと動画見てたらこんぐらい止まれてたから、こんぐらい止まれ、こういう振り方で止まれた時あるから、これだね、こういうこれと、このタイミングで飛ばれたら間に合わないけど、まあ、こうとか、もう悪くないかな。まあ、だから、例えば、こうなったら、まあ、ジャンプで逃げるのはちょっとあれだけど、まあ、中盤だったら余裕で間に合うので、多分、中盤だったら、相手によってヘル頭で間に合うので、これは一ついけるのかなと。
考えます。